こんにちは、外国人のドローンジャーニーへようこそ。今回も皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。今回はですね、猫ちゃん用の便利なこちらご紹介します。じゃじゃーん。HHO ラブのオーシッターというね、自動給餌できるこちらのアイテムご紹介していきたいと思います。これね、自動給餌できるだけではなくて、ここにカメラがついていて、カメラで猫ちゃんを検出して追っかけて撮影してくれたり、ここにレーザーポインターがあって、レーザーポインターをヒュヒュッと動かして猫ちゃんと遊んでくれたり、まあそういった機能がある猫ちゃん用の自動給餌マシンになります。はい。まあ外観でこんな感じなんですけども、まずね、ここに稼働するカメラがついていて、電源つけるとね、ここに目が出てきて、その目の状態でステータスがわかるようになってます。後で見てみましょうね。で、ここにキャットフードを入れるようになってます。で、このね、蓋の中には乾燥剤が入っていて、で、蓋の方にもしっかりとシリコンのパッキンがついていて、中がね、湿ったりしないようになってます。で、ここにね、結構な量のキャットフードが入ります。もうね、使ってます、数日。キャットフードもね、少なくなってくるとアプリで通知してくれたり、結構便利な機能があります。で、サイド見ると、こっち側はね、スピーカーがあります。給餌するときに、猫ちゃんを呼んでくれます。で、声はね、デフォルトの設定だと日本語じゃないんで、自分の声を録音して使ったりすることもできますね。そんでね、下の方はこんな風になってます。これはね、転倒防止用のブラケット。これで転倒しないようにしっかり安定してくれますね。んで、ここがキャットフードのお皿になってます。はい。そうですね。このお皿はね、完全に取り外せるようになってて、水洗いできます。そして、裏。裏はね、こんなになってるんですけど、裏にはですね、電池のボックスがあります。電池でも使えます。もちろんね、電源、コンセントから取って使うこともできます。アダプター付属してますんで、付属のアダプターから、ここにケーブルを繋いであげれば、家庭用コンセントで使うこともできます。ほんでね、あ、ここ。カメラのね、横にボタンがあるんですけど、ここを押すと決められた量のキャットフードが出てきます。でもね、基本的にはアプリで設定して、時間になったら勝手にキャットフードが出てくるっていう設定でね、使うことになるかなと思いますけど、まあ一応手動でもご飯を出してあげることができます。じゃあ、ここに設置してあげましょうね。もう、数日使ってるんですけどね。はい。お、ご飯がもらえると思ってるな。電源をつなぐと、ここで、ね、ステータスがわかるようになってます。うちの愛猫のプンタです。ご飯あげよっか。行っちゃった。ネットワークに接続できると、目のインジケーターがね、丸になって、ニコッとしてくれます。Wi-Fi の設定はね、簡単なんで説明書を見ながらね、やっていただきたいんですが、せっかくうちの愛猫のプンタがいるんで、ちょっとご飯の時間まだ早いけど、一回ね、手動でね、あげてみましょうか。一回だけね、ポチッとね。お、来た。カメラがね、近づいてきた猫ちゃんを見つけて撮ってくれるんですよね。で、食べてる様子はいつも記録してくれます。毎回猫ちゃんをね、こうやって追っかけてくれるんですよね。食べないのかい。まず食べないか。美味しいですか？あ、うんうんって言ってる。じゃあですね、レーザーポインターでね、遊んでみましょうか。お、見つけた。後ろだぞ。どこ行った？ポインター出た。おお。おお、見つけた。すごい反応してるな。結構楽しんでくれてますね。まだ気にしてるね。楽しかったね。あ、そうそう。ちなみに、オーシッターが入ってきたボックスは、こんな風にキャットハウスを組み立てることもできます。こういうのいいですよね。ちょっとね、プンタはでかすぎてこの中には入れなかったけど。
い、というわけで、この海にね、結構激しくね、遊んでくれましたね。よいしょ。じゃあ、ちょっとね、アプリ見ていきましょうか。アプリはこちらの HHOLOVE というね、アプリです。アプリを開くと、まずは、ペットライフの画面になりますね。食事の回数、キャットアクティビティ、給餌回数とかね、こういったのを記録してくれてます。ちょうどね、さっきの映像がありますね。さっきご飯をね、あげてる時の映像です。こんな風に猫ちゃんを見つけると、録画してね、記録しておいてくれるんですよね。音もね、ちゃんと入ってます。レーザーポインターで遊んでる時の映像も、こんな風にね、ちゃんと撮ってくれてます。これはね、飼い主としては嬉しいですよね。あとは、遊んでる時だけじゃなくて、食事の様子もこんな風に、ちゃんとね、見てあげることができます。ちゃんと食べてる食べてる。で、各項目ごとに見ることもできます。給餌、アクティビティ、遊ぶ。アクティビティっていうのは猫ちゃんを発見した時に撮ってくれるやつね。ペット日記。あ、これ初めて見た。うちの家族が写ってますけども。愛するペットの日々のハイライト。こんなのもね、作ってくれてます。こういうのも楽しいですね。さあ、そして左のタブ、ホーム行くと、オーシッター。本日の予定給餌5回。で、もう給餌が完了してるのが4回っていう風に、まあ、こういうの見れるようになってますね。歯車マークを押せば設定画面が出てきます。ビデオの画質、ナイトビジョンの切り替え、レーザーポインターを開始する時の声とかもいろいろ選べます。猫の声、鳥、ネズミ、鈴、気泡、カスタマイズ。まあ、自分で録音してね、呼ぶとかいろいろ設定できるんですけど、猫の声がね、一番反応良かったです。なんで猫にしてます。そして給餌計画、健康維持パックというのになってますけど、栄養補給パック、減量パックとかいろいろあります。で、1回に出てくるキャットフードの量は、そのキャットフードによって変わるので、まずはですね、1回、ワンポーションが何グラムなのか、自分で測ってみるといいと思います。で、うちのプンタ君はですね、1日5回に分けて給餌してあげてます。で、1回1ポーションずつ。デフォルトだと健康維持パックは、1日5回の給餌で、2ポーションずつ、合計10ポーションあげる感じになってるんですけど、それだとね、あまりにも多かったんで、2、1、2、1、2みたいに設定したら、それでもちょっと多かったんで、今は1ポーションずつ5回に分けてあげてます。こちらはまあ、ご自分の飼われてる猫ちゃんの食欲とか体型とかに応じて設定してみてください。給餌ボタンのオンオフもできますね。賢いね、猫ちゃんだと、ここを押せば餌が出てくるって分かってしまうと、頑張ってね、押したりして、際限なくね、ご飯食べれるようになっちゃうんで、ここはロックすることもできます。で、給餌コールの音声は、今カスタムで僕の声が出るようになってます。で、初期設定もありますけど、初期設定だと、はい、こんな感じなんで、ちょっと何言ってるか分かんないんで、はい。こんな風にカスタムで設定してます。あとはね、お休みモードとか、まあ、カメラもついてるんでプライバシーモードがあったり、ジンバルのキャリブレーションができたり、まあ、その辺の設定もできますね。さあ、そして、こちらのカメラの映像を確認してみましょう。はい、フルサイズでスクリーンいっぱいに見ることもできます。はい、今こんな風に撮影してますけど、こんな感じでリアルタイムで、お部屋の様子をモニターすることもできます。でね、ここの画面には、録画開始ボタン、ビデオの録画ですね。あとは静止画の撮影でしょ。で、カメラの向きを手動で変えるコントローラー。それから、音声ボタンを押してあげると、通話することができますね。はい。音声ボタンの下、ボールボタンを押すと、今ですね、トレイにどれぐらいキャットフードが残ってるのか確認することができます。右のね、お食事っていうのを押してしまうと、キャットフードが出てしまうんで、まあ、ここは押さないようにして、レーザーポインター、レーザーっていうのを押すと、レーザーポインターが出てきて、それでね、遊んでくれます。さあ、戻りましょう。ここの画面でも、フードボールを見ることができるし、右のお食事っていうボタンを押すと、キャットフードを出すことができます。カメラ画面の上を押すと、給餌計画を見ることができます。どれぐらいね、キャットフードを上げてるのかっていうのは、ここで、一目瞭然で確認することができます。もう一回ね、設定画面出して、給餌計画、一番右のタブ見てみましょうか。マイページ。ここはですね、ログイン情報と、マイペット、うちのプンタ君。年齢もう16歳です。結構、じじいですね。はい、もうかなりの高齢です。体重 5.5 キロ。ちょっとね、種族が違ってますけど、うちはミックスなんで、ミックス。はい。で、去勢済みのオス猫と。まあ、こんな風に自分のペットの情報を保存しておくことができます。はい。というわけでですね、今日は、おいしょ。猫ちゃん用の自動給餌マシン、HHO、
HHO ラブのオーシッターご紹介させていただきました。ちょっとね、こういう猫ちゃん用のグッズとか紹介するのは珍しいんですけど、まあ、なんかいいものがあればまたご紹介していこうかなと思います。ということでですね、今後もドローンガジェットの動画作っていきますんで、よかったらチャンネル登録して次回以降も見てください。まあ、ここはね実家なんですけど、僕は今バンライフっていうね、車の中で生活するライフスタイルで暮らしてるんですけど、その旅の情報とかガジェットとかドローンの情報交換ができるディスコードアプリを使ったバンライフしようっていうコミュニティをやってますんで、よかったら概要欄から入ってみてください。この動画がお役に立ちましたらぜひグッドボタンお願いします。ツイッター、インスタグラムもやってますので、ぜひフォローお願いします。さよなら。